訓練中は頭が冴え渡ります。はい、誰よりも。私は鹿児島から来たのですが、例えば町の中に鉄の箱があって、人は大丈夫なんでしょう。いいだろう、聞いて。僕にも神様が取り付け、どうする、世界をやり、わかった。なさい、目覚めなさい。時差ボケある？ニニ君も。まあこれで大体の手続きはできたから。こうして